日本の食料安全保障問題、えー。この時間はですね、日本の食料安全保障問題についてお話を伺います。日本の三橋さん、米事情が問題らしいですね。はい、そうなんですね。えー、あの、皆さんにぜひ認識していただきたいんですけど、はい、1945年に、まあ、大東亜戦争に負けました、日本が。はい、その後ですね、我が国はアメリカの余剰穀物の資料として食生活まで変えられてきたっていう事実があるんですよね。はい。 えー、昭和35年にはですね、ええ、日本人の1日の摂取カロリー、まあ、だいたい2300キロカロリーぐらいですけど、はい、その中の1100、あ、1106キロカロリーだから、半分ぐらい、米があったんですよ。ええ、今ね、549キロカロリーだから、だいたい半分になっちゃって<ー>はい。はい、ええ。で、反対側で、小麦、あと油脂類、うん、そして畜産物の摂取で、我々はカロリーを取るように変えられてったんですよ。ああ、そうか。確かにね、パンだとか、はい、そういったものですよね。うん、ええー。でも、パンといえば学校給食ね。 あのアメリカってすごいなと思うのが。はい そのマーケティングによって日本人の食生活変えようって言ったときに、当時ね、オレゴンとかの小麦が余りまくってたんですよ。過剰生産になってたのね。それを日本の給食にタダでくれたんですよ。これ使ってくださいと。で、当時日本食料事情悪かったから、アメリカ産小麦を使ったパン食への切り替えが進んでいったんです子供の時にパン食を覚えると、大人になってもそれを使うでしょ。食べるでしょと。さらに、パン食が増えると、おかずはなかなか魚とか難しくて、畜産物になってきます。はあ、そうですね。で 畜産物はね、日本の畜産業が成長して生産していったんだけど、ええ、そのじゃあ、例えば牛さんとかさん豚さんとかが何食べてるかというと、ええ、アメリカの配合飼料なんですよ、はあ、穀物から作った配合飼料、ええ、結局アメリカなんですよ。 そういうことなんですね。今、ふっとこう、学校給食を思い出しましたけどもね。<laughs> うん、あの、ワンタンスープって好きだったんですよ。はい、えー、えー。でも、パンにはあんまり <laughs> 合わない。合わない、ご飯です、ええー。あの、単体で両方美味しいんだけど、これ合わないな、と思いながら、<laughs> まあ、そういう学校給食いただいてましたけど、あの、でも、その、アメリカのその食料ですとか、<laughs> うん、まあ、飼料がですよ。はい、あの、まあ、あの、動物たちっていうかね、牛とかそういったもの,のものたちが食べるもの、飼料がなくては、日本人の食べるものがないのでは ないのかという気もしてくるんですけれども、日本の自給率ですよね、これどのくらいやっぱり一番重要なのは、シビアなのは、穀物自給率だと思うんですよ、穀物ないと、本当に死んじゃいますから、人間は。で、穀物自給率、我が国は28%、ずか、米はね、100%自給なんですよ、でもね、米の生産量って、1970年頃は1400万トンだったのが、だんだん減らされていってまして、昨年は主食用米で750万トン、まだ大体半分になっちゃってんですよね。 だから、米をフル生産したところで、日本人の穀物のその時給っていうのはできないですね、はい、もう、だからもしアメリカとか外国からの穀物の輸入が止まると、半分以上植えるでしょう、は<ー>間違いなく。っていう状況なんですよってことです。えー それがだから、もうまさに現実といことなんですよね。なんですだからね、アメリカって本当すごいなと思うんですけどね、日本人に米を食べさせないで、小麦に切り替えさせるために、さまざまなことやったんですよね、キッチンカーって言って、今、なんか屋台みたいな出すバスみたいなのあるじゃないですか、あれを全国走らせて、お母さんたちに小麦の料理法とか教えてたりとかね、大豆の料理法とかですね、さらには1930年代だったと思うんだけど、大学教授に米を食べるとバカになるって本を書かせたの。 はあ、その大学教授こそがバカなんじゃないかと、個人的に思うんですけれども、ええ、そういうのでマーケティングやってたんですよ、ええ、30万部売れたんだって、うい,ういや、それはだってびっくりしますからね、林さんという教授が書いた頭脳っていう本なんですけどね、えっ、えって感じですよね、ええ、そういう形でじわ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 と、ええ、輸入穀物に頼らざるを得ないような形に体質変換されてったんですよ、我が国は。 あの昔の日本はね、だって、もっとお米育てていたわけですからね、それがだから消費量も減ってくれば、そうどうしたって作付面積も変わってくるしか,、ね、しかもね、問題なのが、えーはい、日本の米の生産性ががーんと上がっちゃったんですよ、<ー>つまり生産性が上がって、米の生産はできるんだけれども、えー、需要がどん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 減っていったんですね、はいその、そういう状況で放置しておくと、多分米価暴落します。 すると、あの農家バタバタ潰れちゃうから、そのいわゆる減反政策、要は、あの作付けをしない、そういう田んぼを割り当てて、みんなでその負担を分かち合ってくるって形でしのいでですねもだん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 やっぱり作付面積が減ってきまして、1970年頃はは300万ヘクタールだったのが今半分、でも需要がそれ以上にちっちゃくなっちゃってるんで、価格のができないその減反政策ですけれども、なんかもう終わりに近づいてそうなんです来年終わるんですね。 減誕政策ってのは、例えば、え米を主食用米じゃなくて、えその、飼料米に切り替えましたと。ただ、それはもう減誕と認められるわけですね。で、補助金とか出るんですよ。で、それでなんとかしのいでたんだけど、多分補助金も大事ですよね。終わり。えっとなると、その先どうすればいいのか。この後はですね、簡単なんですよね。要は、みんな自由に作りなさいってことになりますと、あの、生産性が高すぎるから、日本の米っていうのは。だから価格暴落ですね。弱いところから潰れていくですよね。本来だったらね、政府ってのは、 所得保障とかね、これヨーロッパやってますけどね。あるいは輸出補助金。これアメリカなんですけどね。米の生産能力を維持しなくちゃいけないんですよ。もうフルに生産してくださいと。余ってもいいですよってやんなきゃいけないんだけども、これやらないですね。輸出補助金っていうのはヨーロッパやってますけども、これは分まあ予算的な問題でということでできないですねと。ごめんなさい、所得保障ですょ。外でアメリカは輸出補助金なんですけどね。アメリカっておすごくって、WTO って世界貿易機構って、輸出補助金禁止してます。でもやるんです、アメリカ。 どうしてでできるんすあれはね、国内と輸出関係なく、再生産価格、農家が再生産できるような価格、これ、目標価格って言うんだけど、それを下回ったら補填しますよっていう、そういう考え方になってるから、国内にもやってるから、輸出企業のためじゃないし、輸出の穀物のためでもないから、輸出補助金じゃないっていう、こういう理屈で、なんだかよくわからない輸出補助金じゃないかどう考えたってあ、えでも、例えばじゃあ、今後、日本のですね、今、三崎さんがおっしゃったようなことっていうのは、政治家、気づいてるんですかね。 気づいてどうなんですかね。政府自ら、例えば、種子法の廃止とかね、減産の廃止とかという形で、日本の食料の自給率を引き下げるような政策ばっかりやってますから、農協改革もそうだったんだけどね。はい。だから、その私もむしろ、日本の農業はどうでもいいと思ってるんじゃないかなっていうふうに恐れてる。日本の政治家がですよ。はい。別にいいじゃないか、外国から輸入すればそれはね、平時はいいんだけどね。向こうで非常事態が起きた途端に輸出されなくなるんだよっていう常識ぐらいは決まりよって話ですね。そうですよね。だってアメリカだって大洪水来ちゃったりとかね。 業的にも被害を受けてるわけですから、そうなった時には、これも毎回言ってますけども、も困った時には自国有利ですからね、当た,ね当たり前ですから、ね。よね、とあの、先ほどのお話の中で、余ったからあげるようじゃないってことなんですよね、そうですよ余らないんだから。だからね、こあのこん,なこんなに食料輸入してる国ってね、はい、世界の中で、まあ、あの主要国だと、シンガポール、香港、日本ぐらいです。 シンガポール本かりますよ農業する場所がないんだから日本はあるのにこんなことやってるということでね今恐るべき状況だと思う本当に改めて食べるものってのはやっぱり自国でねある程度抑えておかなきゃいけないこイギリスはね全体的な自給率は40%ぐらいで日本に低いんだけど穀物自給率だけは100%それは当然ですよね国民の命守ろうと考えた場合ははいまあ何かあった時にはそれは穀物だけはって感じでやってる一般な国ですねええまあだから少なくとも穀物はそれも重要なものだっていうことなんですね のではないの自給率は、日本のども、はい、その日本の自給率ですよね、うん、これどのくらいなんですか？やっぱり、ね、一番重要なのは、えー、シビアなのは穀物自給率だと思うんですよ、えー、穀物ないと本当に死んじゃいますから、人間は。えー、で、穀物自給率、我が国は28%、わずか、は<ー>米は、ねえー、100%自給なんですよ。えー、でもね 米の生産量って、1970年頃は1400万トンだったのが、だんだん減らされていってまして、はい、昨年は主食用米で750万トン、まだ大体いい半分になっちゃってるんですね。はい、だから、米をフル生産したところで、日本人の穀物の自の給っていうのはできないですね。はい、もう。だからもしアメリカとか外国からの穀物の輸入が止まると、半分以上売えるでしょう。う、はあ、間違いなく。っていう状況なんですよってことです。 それがだから、もうまさに現実ということなんですよね。なんですだからね、アメリカと本当すごいなと思うんですけどね、日本人に米を食べさせないで、小麦に切り替えさせるために、さまざまなことやったんですよね、キッチンカーって言って、今、なんか屋台みたいな出すバスみたいなのあるじゃないですか、あれを全国走らせて、お母さんたちに小麦の料理法とか教えてたりとかね、大豆の料理法とかですね、さらには1930年代だったと思うんだけど、大学教授に米を食べるとバカになるって本を書かせたの。 はあ、その大学教授こそがバカなんじゃないかと、個人的に思うんですけども、ええ、そういうのでマーケティングやってたんですよ、ええ、だ30万部売れたんです、そうい,う本がいや、それはだってびっくりしますから、ね、林さんと教授が書いた頭脳っていう本なんですけどね、えっ、えって感じですよね、ええ、そういう形でじわじわ,じわじわじわと輸入穀物に頼らざるを得ないような形に体質変換されてったんです、わが国は。ええ あの昔の日本はね、だって、もっとお米育てていたわけですからね、はい、そ,それがだから消費量も減ってくれば、そうどうしたって作付面積も減ってくるしかもね、もね問題なのが、えーはい、日本の米の生産性ががーんと上がっちゃったんですよ、<ー>つまり生産性が上がって、米の生産はできるんだけれども、需要がどん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 減っていったんですね、はいその、そういう状況で放置しておくと、多分米価が暴落します。 すると、農家バタバタ潰れちゃうから、いわゆる減反政策、要は、作付けをしない、そういう田んぼを割り当てて、みんなでその負担を分かち合ってくるって形でしのいできたんでですよね。もだん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 やっぱり作付面積が減ってきまして、1970年頃ろは300万ヘクタールだったのが今、半分、でも需要がそれ以上にちっちゃくなっちゃってるんで、価格維持ができないその減反政策ですけれども、なんかもう終わりに近づいて。そうなんです、来年終わるんですね。 減誕政策ってのは、例えば、え、米を主食用米じゃなくて、え、その、飼料米に切り替えましたと。ただからそれはもう減誕と認められるわけですね。で、補助金とか出るんですよ。で、それでなんとかしのいでたんだけど、多分補助金も、ああ、大事ですよね。もう終わり。え、となるとその先どうすればいいのか。この後はですね、簡単なんですよね。要は、みんな自由に作りなさいってことになりますと、あの、生産性が高すぎるから、日本の米っていうのは。だから価格暴落ですね。弱いところから潰れていくですよね。はい。本来だったらね、政府ってのは、 所得保障とかね、これヨーロッパやってますけどね、あるいは輸出補助金、これアメリカなんですけどね、米の生産能力を維持しなくちゃいけないんですよ、もうフルに生産してくださいと、余ってもキッチンカーって言って、今、なんか屋台みたいな出すバスみたいなのあるじゃないですか、あれを全国走らせて、お母さんたちに小麦の料理法とか教えてたりとかね、大豆の料理法とかですね、さらには1930年代だったと思うんだけど、大学教授に米を食べるとバカになるって本を書かせたの はあ、その大学教授こそがバカなんじゃないかと、個人的に思うんですけども、ええ、そういうのでマーケティングやってたんですよ、ええ、だから30万部売れたんです、そういう本がいや、それはだってびっくりしますからね林<の>、ええ、さんという教授が書いた頭脳っていう本なんですけどね、えっ、えって感じですよね、ええ、そういう形でじわじわじわ,じわじわと、ええ、輸入穀物に頼らざるを得ないような形に体質変換されてったんですよ、わが国は。ええ あの昔の日本はね、<laughs> だって、もっとお米育てていたわけですからねそれがだから消費量も減ってくれば、うどうしたって作付面積も減ってくるしか,、ね、しかもね、問題なのが、えーはい、日本の米の生産性ががーんと上がっちゃったんですよ、<ー>つまり生産性が上がって、米の生産はできるんだけれども、えー、需要がどん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 減っていったんですね、はいその、そういう状況で放置しておくと、多分米価が暴落します。 すると、あの農家、バタバタ潰れちゃうから、そのいわゆる減反政策、要は、あの作付けをしない、そういう田んぼを割り当てて、みんなでその負担を分かち合ってくるって形でしのいできたんでですよねもだん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 やっぱり作付面積が減ってきまして、1970年頃はは300万ヘクタールだったのが今、半分、でも需要がそれ以上にちっちゃくなっちゃってるんで、価格のができないその減反政策ですけれども、なんかもう終わりに近づいてそうなんです、来年終わるんですね。で 減誕政策ってのは、例えば、え、米を主食用米じゃなくて、え、その、飼料米に切り替えましたと。ただからそれはもう減誕と認められるわけですね。で、補助金とか出るんですよ。で、それでなんとかしのいでたんだけど、多分補助金も、ああ、大事ですよね。う終わり。え、となるとその先どうすればいいのか。この後はですね、簡単なんですよね。要は、みんな自由に作りなさいってことになりますと、あの、生産性が高すぎるから、日本の米っていうのは。だから価格暴落ですね。弱いところから潰れていくですよね。はい。本来だったらね、政府ってのは、 所得補償とかね、これヨーロッパやってますけどね、あるいは輸出補助金、これアメリカなんですけどね、米の生産能力を維持しなくちゃいけないんですよ、もうフルに生産してくださいと、余ってもいいですよってやんなきゃいけないんだけども、これやらないですね、輸出補助金っていうのはヨーロッパやってますけども、これは分まあ予算的な問題でということでできないですねと、ごめんなさい、所得保障で、外交省で、アメリカは輸出補助金なんですけどね、アメリカってすごくって、WTO って世界貿易機構って、輸出補助金禁止してます。でもやるんです、アメリカ。 どうしてできるんですか。あれはね、<っ>あの国内と輸出関係なく、<っ>その再生産価格、農家が再生産できるような価格、これ目標価格って言うんだけど、<っ>それを下回ったら補填しますよっていう<ー>そういう考え方になってるから、<っ>国内にもやってるから輸出企業のためじゃないし、輸出の穀物のためでもないから輸出補助金じゃないっていうこういうやり方で出てるな。なんだかよくわからない。輸出補助金じゃないかどう考えたっていう,話で,す、ね、うですね。えーはーえでもその例えばじゃ今後日本のですね、はい、え今三井さんがおっしゃったようなことってのは政治家、うん。 気づいてるんですかね気づいて、どうなんですかね,ねだって政府自ら、例えば、趣旨法の廃止とかね、はい、原反の廃止とかという形で、はいえー